皆さんこんにちは。テレビアニメ忍びの一時にて加賀時貞役を担当させていただくことになりました声優の小西克之です。この作品、忍者がテーマになっております。忍者といえば戦国時代など影で戦う者たちでありました。その者たちが果たして現代でどのように生きているのか、皆さんぜひ10月からのオンエアを見て確かめてください。よろしくお願いします。では、さらばだ。